こんばんは。9月12日火曜日のバッハプラザです。今日も県内は晴れて気温が上がり30度を超え暑くなりました。しばらくはまた暑い日が続きそうです。9月ももう中旬ですが、引き続き熱中症対策十分になさってください。またスポーツの秋ということで、ランニングやウォーキングをされている方も多いかと思います。朝晩は少しだけ涼しい日が増えましたが、まだまだ油断はせず、水分や塩分をこまめに補給し、暑い時には無理をしないようにしましょう。さて、今日の県内公営競技の開催は一条です。川口オートがテレタマプレゼンツ川口ナイトレースの初日を迎えました。今夜のバッハプラザはそのレース結果、そして特集を一つお送りします。まずは特集です。7月20日から24日まで行われました川口オートレースクラシック2023ファン感謝祭の振り返りです。ご覧ください。予選第7レーススタートしました。20メートル線のスタート争いはインコースから芝枝が飛び出しました。最終班は幕成森が先手、ハンデゼロでは内折りして岩佐常吉が先手を取っています。先頭は岩佐、2番手に本田がつけています。福田裕二3番手、後ろからは5番の福村をまくって6番の森勝幸、森は5番手、続いていくのは小林瑞希。レースは2周回目に入りました。さあ前が混んでまいりました。ここをどのように最終ハンデ勢が攻めてくるのか。先に福田裕二が先頭に上がっていく。先頭は福田裕二に変わりました。2番手に岩佐、3番手因川をついて柴山信行、ここをまとめて攻めようというのは森勝幸です。残り4周回、内を差して森が1コーナーでは3番手で上がりました。小林瑞希もついていこうとしております。バックスレッジ側、さあトントン拍子に最終ハンデ勢が上がってまいりました。今3番手が森、さあ2番手の岩佐の外から、ここで切り返しの体勢、森が2番手に攻め上がる。残りは3周回、先頭は福田、2番手には岩佐も粘る。福田裕二の後ろ、さあ森が内打ち小回りから先頭を狙う。インコースから小林瑞希がまとめて料理。 3,4 コーナーワンチャンスを見逃しませんでした。小林が先頭に立っています。破壊力抜群の突っ込みでありました。2番手に6番森勝幸、3番手に福田裕二、4番手が柴山という並びになっています。抜け出しました小林瑞希、森が2番手の位置、3番手は福田、4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグを今通過しました。小林が先頭だ。6番森勝幸は2番手の位置、さらには福田裕二、内を攻めてくるか柴山信行。最終コーナーインコースを差してまいりました。最終コーナーの攻防戦、3番手は柴山が上がった。まもなくチェッカーフラッグ、小林瑞希会心の勝利。はい、どうぞ。何やってるんだよ。何本当だよ。なんかみんなやってるんですか。やってるよ。最後だみたいにできないですよ。さあこの後小林瑞希選手のウィニングランです。森選手が前を攻めに行ったところを一刀両断、あそこしか多分なかったと思うんですよね。はい、あそこ先に森選手に行かれていたら、それをさらに抜き上げるというのは結構大変だったと思いますので、ワンチャンスをものにしました小林選手です。雰囲気がありますね。小林選手、この黒いハッピーも似合いますね。雰囲気、はい。なんというんですかね、このやっぱりユニフォームとハッピーと、そうで、あと髪型、髪の毛とヘアスタイルと、そうですね、ね、なんか合ってますよね。腕のところのね、あ、ちょっと、はい、ありがとうございます。いただきました。すいません、なんか無理して強制的若干強制してる感じが、いやね、すいません。でもこうやっぱり場内に行けないお客様も、はい、ね、目線をもらえて、いや そ, う、はい、それがやっぱ嬉しいことですよね。みんながね、はい、大となるって大事じゃないですか。そうですね、はい、はい、ウィニングランの様子ご覧いただきました。
団体予選第3レーススタートしました。ハンデゼロ番ウッサーがポーンと飛び出しました。そして吉田優也が塚本を叩いていきました。 20m は綺麗に枠下り、広瀬森谷山際の順、最後方から小林瑞希です。先頭ウッサーは2番手には3番吉田優也、そして塚本浩二、塚本を攻めに行くのは広瀬正光であります。レーサーこれから2周回目、ウッサーの引っ張りです。2番手吉田優也、3番手以降が一塊になっています。現在は塚本がリード、滑った塚本、相当から4番広瀬、ここで小林瑞希がまずは森谷と山際を捉えて5番手あたり、さらには4番広瀬の内を捉えて4番手まで上がるか。残りは4周回です。依然として牛沢が快調に引っ張っています。結構な引っ張りの速度、2番手吉田優也もまだ射程には入っておりません。後ろから1人際立っているのは小林瑞希、3、4コーナーでは塚本をさばいて3番手、少々行き過ぎました。まだまだ周回数は残っています。トップは宇佐和彦、2番手吉田優也、指定の2人で先頭2番手を固めておりますが、じわっと3番手から小林瑞希が差を詰めています。2番手3番手はその差が一気に縮まりまして、この 3,4 コーナーでは吉田優也に追いついた瞬間に小林瑞希がさばいていく。残り2周回で2番手で上がりました。先頭は宇佐は2番手前輪かかった小林瑞希、ここは一旦待ちました。タイミングが合いませんでした。先頭争い、ウッサーがリード、2番手から小林瑞希、しっかり体勢を作り上げまして、ここで捉えていきました。残り1周ブルーフラッグを通過しています。先頭小林、2番手ウッサー、3番手が吉田優也、体勢はどうやら固まりました。最終コーナーに向かっています。先頭は小林瑞希、今最終周回第4コーナーを先頭でクリア、昨日に続いて連勝ゴール小林瑞希。こんな出る。さあこの後は場内ではウイニングランが行われます。小林瑞希選手2日連続ということになりますね。今日は第2レース第3レースといずれも2日連続の選手が勝利ということになりました。はい、小林選手です。ここも赤いハッピーを着て、赤い鉢巻きを巻いて、颯爽と登場してくれましたけれどもね。小林選手もね、はい、応援タオルをたくさんここを掲げていただいて、ファンの皆さん、はい、熱心な ね、 そうですね、応援団の方たくさんいらっしゃいますよね。こうやっぱり声援を送ってこう目があって返してくれるというのは、それだけでも嬉しいですよね。ファンの方っていい思い出になりますよ、ね、間違いなく。はい、スタンドに向かって手を振ってくださっています小林瑞希選手。笑顔が白い歯も見えましたね。はい、おそらく手を振っているファンの姿を見て笑みがこぼれたんでしょうね。そうですね。ありがとうございます。いただきました。おめでとうございました。第3レースを勝ちました小林瑞希選手のウイニングランご覧いただいています。今日は30戦からの追い上げでしたけど、3番手に上がった時結構距離ありましたんでどうかなと思ったら、それもつかの間一瞬で差が縮まりましたからね、はい、いや見事な勝利でしたね。あ、大きく手を振ってくださってるファンの方もいますね。本当こう走りがいがあるでしょうね。本当近い距離ですね、ファンの方と。団体予選第2レーススタートしました。 20m 線のスタートはインコースから君山雄二、さらには阿部、最後半から小林が山田を叩いていこうというところ。まずは1番の岩佐がレースをリードします。2番手から牧野、人気の一角、そして早め3番手に5番の阿部剛、3番君山雄二のインコースを捉えました。1番の岩佐がレースをリードしています。1対1からここで牧野がイン側に並ぶか。競争は2周回目、岩佐を捕まえました牧野が先頭に立っています。かわされました岩佐、そして3番手に阿部剛、小林瑞希も早くも追いついた勢い。この3コーナーでは君和田裕二のインコースを誘おうとしておりますが、4コーナーの立ち上がり、阿部剛がうまく小林瑞希を抑えまして、さらなる前進に成功しております。先頭牧野、2番手に阿部、3番手が小林瑞希という並びになっています。
小林瑞希もこのバックスレッジ側では3コーナーに向かいまして岩佐の内を差し込んでまいりました。3、4コーナー先頭牧野、2番手に阿部剛、3番手に小林瑞希の並び、残りは3周回、牧野が冷静に引っ張っています。2番手が阿部剛、先頭2番手はその差は3車身ぐらい、3番手から差を詰めてくるのは小林瑞希であります。さあ2番手の阿部にモーションをかける6番小林瑞希、この4コーナーで追いつきました。1対1から切り返して阿部を捕まえました。小林が2番手に上がった。残りは2周回、周回数はまだ残っています。逃げるのは牧野、追い上げる1番手小林瑞希、阿部が3番手の位置であります。先頭2番手の間隔は3車身半ぐらい、わずかに牧野が先頭だ。じわっと6番の小林が差を詰めて、残り1周のブループラックを今通過しました。牧野が先頭だ、牧野が先頭、そして小林瑞希3連勝に向かいまして、さあ前輪勝った、最後の最後どうか、内側測ったように牧野を捕まえました。3、4コーナー両者ともども膨らんでいきましたが、先頭は小林、最後は牧野を捉えて3連勝ゴール。なぜ今日はピンクなんですか？なんとなく、いや8番でかっこいいじゃないですか。ただそれだけです。黒赤と着て、はい、4にしようかなと思ったんですけど、なんかピンクで。はい、水木選手の登場です。もう8匹て、はい、鉢巻きはもう至って普通の感じに見えますもんね。、はい、そうですね、はい、もうこれでも十分こう選手のレアな姿だと思うんですけれども、かっこいいですね。3日間連続、いやーでも素晴らしいですよね。3連勝ですからね。ちょうどこの 3,4 コーナーは今お客様が入れない場所で、ここからお客さんが手を振ってくださるんですね。あの小林瑞希選手といえば西川口に、はい、あのジムがありまして、ムエタイの、ね、ジムにずっと、はい、あの通われていたということで、そうなんです、ね、そうなんです。ですのであのこの川口大戸周辺にもおそらくお友達もたくさんいらっしゃると思うんです。ありがとうございます。なるほど、あの小林選手の本当タオルを掲げたりですとか、はい、ファンの方がねスタンドからいつも、いや、 やっぱりそういう意味で、このもちろん西川口出身ではないにしてもですね、本当そこで、大人になってから、うん、人の輪が広がったと、はい、いうことは言えるでしょうね。小林瑞希選手です。だからこそまたこう地元川口の方からもさらにこう愛されていると。なるほど、本当年々自力アップしてね、G1 も勝って、地元でも勝って、 SG の優勝戦も乗って、はい、また来月のグランプリ楽しみになってきました。A12 レーススタートしました。センターコースから3番佐藤雄二が飛び出していくのか、いやー2番の斉藤、そして佐藤雄二が行った、4番神谷田がついていく、佐藤麻也は膨らんで後方からのレースになった。1周3コーナーベタ締めは3番の佐藤雄二、神谷田は2番手の位置、そして斉藤3番手、その後ろには平田、さらには小林瑞希が続いています。人気両戦車後方集団です。競争は2周目に入りました。佐藤雄二が先頭であります。ぴったりマークは4番の神谷田、そして3番手は斉藤哲司、佐藤雄二がインコースべったり、外から揺さぶるのは4番神谷田、さらには3番手インコースからアタックは6番の小林瑞希であります。残りは4周回、インコースものすごいポジションを走っております。さあ佐藤雄二まくりを観光する神谷田、さらには6番の小林瑞希、さすがにこのインコースは扉が開かない。外から神谷田のまくり、佐藤が食い止めている、佐藤が食い止めている、さあこのインコースは飛び込めない。外から豪快に一気に6番の小林のまくり、勢い余った、もう一度内側から神谷田であります。先頭は佐藤雄二、佐藤雄二渋滞であります。外から小林瑞希、さあ佐藤雄二を追走する1番手小林瑞希になりますが、これはインコースはハイリスクハイリターンであります。佐藤雄二が先頭だ、2番手小林瑞希、神谷田が3番手のポジションであります。先頭争いはわずかに佐藤雄二が先頭だ。外から小林瑞希が体を並べる先頭争いは、外を牽制しながら佐藤雄二、内側はわずかな隙を突こうとした小林瑞希は入りきれません。残り1周ブルーブラック、小林瑞希は2番手の位置、神谷田が3番手の位置、さあ最後のワンチャンスを狙いまして最終コーナーに向かっています。わずかに佐藤雄二が先頭だ。技ありの6周回、最後は切り返しの体勢から小林瑞希が並ぶ、小林が並ぶ、接戦ゴール。
12レース優勝戦スタートしました。インコースから山田雅宏、さらには早船歩夢、森且行と枠成スタート。内側潜り込もうとするのは佐藤雄二、相当からまくってくるのは黒川京介であります。棋戦を制したのは山田雅宏、そして早船歩夢、3番手内を取りまして佐藤雄二、アウトコースには森の姿があります。まくってくる黒川、遅れを取ったのは小林と若井であります。競争は2周回目、山田雅宏が主導権を握っています。2番手内突っ込むようにして佐藤雄二が攻め上がりました。このレースをかく乱するか佐藤雄二、さらには5番の小林瑞希も混戦をさばいて3コーナーでは3番手、森は苦しい展開になりました。残りは4周回、さあ先頭に上がるか佐藤雄二、先頭は山田雅宏、24期が先頭2番手を固める格好になりました。3番手から小林瑞希が佐藤雄二の因果は捉えた。2番手に小林が上がっています。逃げるのは山田、逃げるのは山田、追いかける1番手小林瑞希、3番手から再度浮上なるかどうか佐藤雄二、残りは3周回であります。山田がレースを牽引しています。小林が2番手の位置、佐藤雄二3番手、山田に前輪かかった小林瑞希、3コーナー捉えました。3コーナーここで小林瑞希は先頭に立っています。山田は2番手に交代しました。佐藤3番手、若井智和4番手、残りは2周回終盤戦です。抜け出しました小林瑞希が先頭です。2番手は山田雅宏、内を狙って佐藤雄二、しかしもういっぱいになっている。3コーナーから4コーナー、残りはあと1周と少々になります。リードを開いた小林瑞希、あっという間に1人目の競争になりました。さあ2番手争いは内を刺してくる佐藤雄二、山田を捉えました。佐藤が2番手も少々膨らんでいる、ぐらついた山田、外から若井も迫っています。最後のコーナーに向かいまして2番手争いは佐藤がリード、山田は3番手、先頭はご覧の大差をつけました小林瑞希が先頭だ。今年2回目、通算8回目の優勝ゴール。優勝は小林瑞希選手、見事なさばきで今年2回目、通算8回目の優勝となりました。優勝インタビューでは、スタートが課題でたくさん練習したんですけど、まだ思うようなスタートが切れず、展開的には苦しかった。道中うまく抜け出せると思わなかったが、車がいい状態で自分が思ったところにしっかりと連れて行ってくれた感じと話していました。またファンと一体になってできるこの大会で結果が残せて嬉しいともお話しされていました。小林瑞希選手、次節は浜松であさって14日から行われる特別 G1 共同通信社杯プレミアムカップに出場予定です。こちらもぜひ応援しましょう。ここまで川口オートレースクラシック2023ファン感謝祭の振り返りでした。